今日は2度目の逮捕のことについて語っていこうかなって思います。でまあ何回か過去の動画でその俺が14歳の時に逮捕されてでそこから刑事の取り調べだったり留置所での生活鑑別所の生活少年審判のことについて語ってるんでまあ今日はそのまあ 続編みたいな感じなんでよかったらもしその初めてこの動画見る方がいたらよかったら概要欄にその動画リンクの載せとくんでよかったら見てみてくださいでまずその2度目の逮捕って言っても俺その時鑑別所にいて1回目その14歳の時に 逮捕されてでそのまま留置所行ってで留置所で過ごしてでその後鑑別所に行ってで鑑別所で過ごしてる時に余罪がバレちゃったんだよねうんその刑事が鑑別に来て全く知らない刑事なんだけどね初めて見る刑事が鑑別所に来てでもう全部証拠とか揃っちゃってる状態でであともうほんと3日よ ぐらいで少年審判の日がね迫っててでだいたい1発目だったらまあ保護観察で出れるなっていうまあ量刑も保護観察だろうなって俺は思ってたんだけどその審判が来る3日4日前ぐらいに鑑別所の先生に「部屋替えだよ」って言われて。 荷物まとめてで俺はその時あもうすぐ審判で出れるからなんか新しいそのなんかそういう感じの部屋なんかもう出る人用の部屋に移るのかなって思ってたらなんか広い会議室っていうかホールみたいなところに連れてかれてで鑑別所の先生に「ちょっと待っててね」って言われてで、そしたらガチャって <laughs> その。 鑑別所であの、初めまして会った刑事が <laughs> 56人ぐらい来て「<laughs> お、待て待てマジか」って思ってでまたねあの、こういうちャぶーと持ってきてであの今回の件で逮捕状出てるからって言い出して「え、うん、マジか」って思って「えこれ?」 逮捕する逮捕しなきゃダメなのみたいな <laughs> 思ってえ俺あと3日4日で出れる予定だったんだけどって思って <laughs> え俺俺のプランでは俺の頭の中ではねもうあと3日か4日で保護観察でもう外に出れるでまたいつも通りあり学校の生活に戻ってでもう少ししたらしかもそうだその絵で 夏休みの直前だだったんだよね、確かうん、そう夏休みの直前だったから俺の予定ではさもう夏休みの直前に出れるからもうそうすごくちょうど良かったんだよ、うん、でもしこれで逮捕されたら俺の夏休みどうなるのって、うん、中学校3年生の夏休みどうなるのって、うん、ででもまあ現実はね、うん そうはいかなくて、うん、もう逮捕状出,て出ちゃってるから。ああで、逮捕状バばってまたね、見せられて、名前、まあ、職業、年齢で、今回のこういう事件について、うん、で間違いないなって言われて、うん、はいっつって、じゃあ、るまる分、逮捕するからっつって、手出してっつって、はいっつって。

そのね前俺のことね逮捕した警察署とは違う警察署だったからそのね警察署まで行ってあ1回でそこの取調室に入った時にその共犯の友達がいたからでその共犯の友達も一緒にそれやってたから、うん、でちょっと取調室の、ね、入った時に刑事がドア開けた時に。 すごいね遠くの方にねあのまた取り調べ室があってそこのね奥ちょっと開いたところにその共犯の友達もいてあこれ共犯の友達も一緒に逮捕されたんだと思って、うん、まあ当たり前なんだけどうわマジかって思ってでそっからまたとりあえず簡易的な取り調べしてまあちょ あのまあ、手書きだった、ね、長所をパソコンで取らないで、まあ、手書きで、うん、確か取り調べしてでとりあえずお昼,ぐるお昼過ぎぐらいだったかな鑑、うん、別所で逮捕されてで、とりあえずその共犯の友達がその留置所で過ごすことになったのね、うん、その留置所で交流っていうかまあ,あの過ごすことになってで俺 の受け入れ先の警察署を探すってなって。ああで、共犯とはその共犯者と一緒の警察署で留置所はね。多分ダメなんだよ。だ多分ってかダメだね。うん。共犯と一緒の留置所は絶対ダメだから、そのまあ。 部屋が別だったらいや部屋が別でもダメだろうね、うん、共犯とは、うん、だから別の留置場別の警察署の留置場を手配するためにちょっと時間がかかってで手配できたよって刑事に言われてでそしたら <laughs> その俺がその俺を前その逮捕した地元の警察署だったの。うんで え、マジでって思って <laughs> またあそこ戻るのって思ってでとりあえずもう夕方ぐらいになってであの俺がね俺の地元の警察署に行ってでそこでさまあ担当さんとかもさまあそこの留置所でさ俺ほんとつい1ヶ月ぐらい鑑別署入る1ヶ月ぐらい前まで過ごしてたから。 担当さんとかもえみたいな「<laughs> また来たな」って言われて <laughs>「いや違うんですよ」つって <laughs> あの普通に鑑別所にいる時に逮捕されたんですつってだ <laughs> からもう留置係の担当さんとかも、まあ、結構もう仲良く喋ってたからなんかもうみんなちょっとすごいびっくりしちゃってて「えまた戻ってこんな早く戻ってくることある?」みたいな。うん だから違うんです、看別所からあの…たあの戻ってきたんですよみたいな、そうでそでの身体検査されてる時にね。<laughs> で、その時はね、あの少年の部屋、また入って、うわー、なんか戻ってきたみたいな、<laughs> なんか振り出しに戻ってきた感すげえわって思って。俺が今までで留置所で 2日間と別所で約まあ4週間過ごしてたの何だったんだろうって思って、まあ、自分がやったことなんだからあれなんだけど、うん、でそしたらね留置所に今度ね前は2人先に入ってたんだけど今度ねもう1人1人だけいてでまあ、その人はね17歳かな、うん、でなんか すごいいい感じのいい人だったから結構最初から打ち解けられて話してでなんかすごいそう俺が鑑別所から来たっていうのも話してでその人はねまだこれから鑑別所に行く予定の人だから「鑑別所ってどんなところなの?」みたいな感じで言われたから「あこれこれこういう感じでこういうことしますよ」みたいなそうでそんな感じで話してたかな。うん でそっからまたね検察だね、うん、検察の取り調べでまたねその前の動画でも話したんだけどその護送車に乗ってねまた行くんだよね検察庁に、うん、真剣っていうのがあって、うん、で護送車乗ってまたね呪術つなぎ、うん、でまたね俺戦闘 うん、あの護送車の、うん、うわっまったかよって思って久しぶりに護送車乗ったなーって思ってでしかもさやっぱ神戸署にずっといたから外の景色とかさしばらく見てなかったからう逮捕されて神戸署で逮捕されてで警察署に向かう時ときとかもそうだったんだけどなんか車のスピードがなんかねすっごい速く感じたんだよね車ってこんな速いのみたいな。 だとなんか外の景色のねすっごいなんかもうめちゃくちゃ新鮮に感じるんだよねうわすごいみたいなえー、みたいなうんそうでだからねなんか護送車のね乗ってる時のねなんか外の景色見るのって結構唯一のなんか楽しみの一つかもしれないただその後にあの検事の取り調べまでの間の検事の取り調べの 待ってる間と警察署まで帰る間の待ち時間はマジで地獄なんだけどね、うん、そうでまた検察庁についてはまたここ来たわって思ってででもね前回は俺あの一人っていうかまあ知り合いとかもいない中で検察の取り調べとか行ってたけど今回はその共犯の友達も一緒に そのまあ違う警察署からね、来てて <laughs>。で、検察庁で、その待合室、まあもちろん、その、まあ同行室っていうんだけど、その部屋がトン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 って並んで、まあ大人とあの少年は分けられるんだけど、で、もちろん共犯と、共犯も部屋は絶対分けられるんだけど、いるんだよね <laughs>。そう、でも、あの、同行室の部屋って、 一応向かい側も部屋があるんだけどそこは本当に多分定員がいっぱいじゃないと入らない基本はもう1列1、うん、列にしか人は入れない、うん、向かいの部屋には人は入らないけどそこ使われることがあるんだよそこの部屋、うん、で何に使われるかっていうとしゃがみって言ってあのうんこしたいやつがそこ使うんだよね <laughs> まあこれあのね その知見によってかもしれないんだけどその一応その知見の同行室って椅子と木の椅子とトイレしかないんだけどであのおしっこはそ,その部屋で、うん、のトイレで、まあ、56人いるんだけどねその中にやるんだけど台は その,ね、その迎えの,あのまあもちろん見えるんだけどね、うん、でそこでやるの、うん、だからちょくちょくまあ大人とかもねそのちょうどその少年のね同行室の少年の同行室がねだいたい3か4部屋使われてでその中に56人入ってる。 うん、で、俺の共犯は多分隣の部屋とかでいるんだけどだから顔合わせとかできないんだよねその1列だから、うん、部屋が。うん、そうでしゃがみで大人とかがさこうやって入っていくのが見えるから、うん、入っていって「あっ待てよこれこれしゃがみに行けば共犯とコンタクト取れんじゃん」って思って。うんで すいませんっつって担当さんあの担当さんっていうかその治験のさあの警察官に行ってそしたら来るから「しゃがみお願いします」っつって <laughs> であのそしたらね「まるしゃがみ1名」っつって出してくれるんだよねガチャガチャっつってそうで手錠見してっつってででその部屋にね ぐまあ、隣なんだけど向かいなんだけどでそしたら片方だけね、手錠をこうやって外してくれてでこっちのね、手錠にカチッってやってくれてで、トイレットペーパーくれてでそしたらねあのいるんだよね <laughs> だから手振って「おい」っつって全然俺あのうんこしたくなかったんだけど、うん、<laughs> で、まあ、普通に話せないけど話せないけどまあなんかヤッホーみたいな感じで <laughs> 元気いいみたいな。<laughs> で向こうも笑って「おーい!」とかってやって <laughs> そうでまあそんな感じで待合室まあ、同行治験のね同行室の待ち時間をねもう暇だったから、うん、でそういう感じで時間潰してたかな、うん、でそうこうしている間に検事にね呼ばれて、うん、で前回の検事とはね違って男の人の検事だったね今度は、うん、で まあまたねやっぱ警察の調書と検事の調書だと違うから、うん、で検事の調書の方がその裁判官にはねまあ響くっていうか、うん、なんて言うんだろうな、うんまあ、裁判官には影響しやすいかな、うん、だから検事の調書はちょっと気をつけた方がいいかな。うん、そうで こ,れこ,れこういうふうになると思っていたけどこうしちゃいましたじゃなくてこうなると思わなくてやっちゃいましたっていう風になんかちょっとねところどころちょっとだけ修正を入れて、うん、でそれでまあ検事も、まあ、納得はしてないかったような感じはしてたけど、うん、でももう 2回目だったからその時検事の取り調べというかまあ、うん、だからまあある程度ねそこはい、うん、けたね、うん、なんかちょっと、ね、ちょっと慣れたっていうか検事の取り調べに、うん、でまた、うん、同じようなね手続きで交流質問とかもあって、うん、でこれ交流されんのって思って <laughs>、うん、もしかしたらこのまま 官別所戻ってあと3日でこれ出れるのかなって出れるっていうかあの審判迎えられるのかなっていうちょっとね淡い思いを抱いてたんだけどそんなことはなかったねうんで後日その交流質問で裁判所行ったんだけど普通に拘留されたね <laughs> あのまた10日間留置所、うん、えっって思ってうん またって <laughs> また留置場ってこれもやっぱ完全に振り出しに戻ったわって思ってねでもううんかもう最初から全部この余罪も含めてそのまあ留置場で20日間でまあ20日でもなんかまあ うんまあ、全部これを済ませてから鑑別とかだったらよかったけどなんか最初なんかもうあと3日4日で審判で保護観察で出れるっていう期待があってからのこれだったから結構ダメージがねすごかったんだよねその時、うん、結構精神的に来ちゃったね、うん、で あの留置所でね、1人のもう1人いた人とまあ結構なんかすごい話しやすいってさっきも言ってたんだけど、すごい本当に話しやすくてそういろいろ話してて気紛れてて良、うん、かったんだけど、その人ね、留置所入ってもうその人はね、確か20日交流食らってたから、でもう終わりだったね、もう鑑別行く。 もうあと数日で鑑別行っちゃうってなってすぐ出ちゃって、うん、だからね本当に3日間か4日間ぐらいしかその人とは一緒にいなかったかな、うん、で俺は普通に10日間だから、まあ、まだあと1週間ぐらいか留置所にいなきゃいけなくてでその間もねその中間調べって言ってまた検察庁に行って 検事の取り調べを受けたりとかね。うん。で、まあ、その間も刑事との取り調べだね。うん、で、前回は。まあ。うん。まあ、じ、前回はね。その地元の刑事。だったんだけど、その逮捕された時。は、でも、その、実際取り調べしたのって。 あの本部の,警視あの本部のねなんか警視庁の本部の人だったからそうでその人はなんかねすごくうん優しかったんだけどねなんか今回の刑事はなんかねうんまあそうあでそのねその刑事はね毎回そのあ,のあっちの,その警察署から俺があの留置されてる警察署まで取りあの 来て取り調べする、うん、2人で2人で来る <laughs>、うん、<laughs> そう,そうでまあほぼ毎日だねうん。で、うん、結構なんかね威圧的っていうか、うん、あんまちょっと歩調合わなかったねその刑事とは。うん じゅんうんマジで歩調合わなかったうんまあそれでね結構なんかちょっと言い合いみたいな感じにもなったしうんいやここは違うみたいな、うん、そうだねだからケイその刑事の印象は良くなかったねすごいうん でまあ10日間ねまたそれで取り調べ受けてでまあその間ねやっぱ一人だったんで留置所の中であでそれもちょっとまたねなんか話し相手がいなくなっちゃったっていうのがまた。 だから留置所の担当さんに「えすいません」っつって「誰か入ってこないんですか?」みたいな「いやー今のところ入ってくる予定はないなー」みたいな「えマジっすか?」みたいな「いやーちょっとなんか一人でマジで孤独死しそうですよ」みたいな感じなことを言ってたかな、うん、そうだねでそ,その後もねもう取り調べで刑事とねもう 結構バチバチチだったねうん結構もう俺もなんかもうクソ刑事がマジで死ねとかって言ったりしてたし <laughs> で向こうも結構なんかもう怒ってたけどもうもうねうんうんマジででもあの刑事とはマジで補丁合わなかったうんでまあでもね長所はちゃんとしっかり確認してうんあ,のああいう刑事はマジでねいやあの 変なこと書きかねないから、うん、で確認してで、まあ、大丈夫だったらまあ死因とね、まあ、最後にサインして、うん、で,、うん、で10日間終わってでその後ねそうでそこでね俺思ったんだけど。 あ、そのね、交流されてる間もねその弁護士さんはね、ちょくちょく面会に来てくれててで、そうだね結構まあ、大丈夫みたいな <laughs> 感じであ余罪バレちゃったんだーみたいな感じでバ <laughs> レちゃいましたーみたいな感じでそうで,そうでそうであの10日交流終わってで、家庭裁判所に行ってで、 そのまたねその看護措置っていうねその鑑別所に行くことになるんだけど俺でも鑑別所もう俺ほぼ4週間過ごしてるからこれもしかしてあと3の多分残ってるのって3日4日だからもう俺のこと鑑別する必要なくねって思ったの、うん、だってもうその鑑別所でさその俺のこともう心身ともにさ鑑別したじゃんうん。 だからあと残ってるのは3日4日だからあこれ俺のこと多分鑑別するのってもうあと3日4日だわって自分の中で思ってたなでまあ普通に看護措置もらってで鑑別所に行くんだけど <laughs> そんなことなくて <laughs> えっって思って <laughs> あのねまた一からやり直し <laughs> え、マジでって思って「<laughs> えまた俺のことを一からあの心身ともに鑑別するんですか?」って「もうしましたよね?っ <laughs> っうん」って思って「マジか?」って思ってそうだからまたあの4週間<笑>,笑えねえわって思って、うん、で結局ねそうだね <laughs> マジでね最悪だったね本当に。うん、でだから結局だからもうそうだねまた、うん、その最初その夏休みの本当初めに出れるって思ってたのが。 またそこから逮捕されて留置所で10日間でまた神別所で4週間うんだから結局ね少年審判はねあの夏休みのほぼ終わりかけでうんでそこでその前の動画でも出したんだけど試験観察っていうね処分をもらってそこでやっと出れたねだから2ヶ月 ちょっっとぐらいだったね、うん、やっとそれで出れたね、うん、だから中学校3年生のね、うん、どうした <laughs> ごめんねちょっとワン、まあ、ちゃんがそううんそう夏休みはねほぼ留置所と鑑別所で失っちゃったね <laughs> まあそんな感じで今回はね この辺で終わりたいと思います最後まで見てくれたらありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました